イトのあんたのけのけサーボー、新メンバーまとめ出しにも程がある、2時間スペシャル、イエーイ。今回のあんのけはチーム8に入ったばかりの新メンバー12名が大集合。超絶ビッグなサプライズご褒美をかけて、アイドルに必要な力を試す6つの種目で混ぜバトル。ジャガイモになるぞ。私とデートしてください。悔しい。スピードナイス、スピードいいですね。チーム8のあんた、ロケロケターボ始まるよ。どうもこんばんは、なすなかにしでございます。どうもー。さあ前回からですね、このあんたロケロケターボになってこのパワーアップしました、はい、アンロケでございます。なるほど。今回もターボ全開で、走りますよ。もうなるほど、やりますよ。これどうですか、中西さん。いや、このターボになったこの景色をね、見せてあげたかったです。これは見せてあげたかった、このターボになった景色を。いやいや、誰にですか。いや、あ、やめなさい見せてあげたかったなと思ってロケロケって入りましたよさあ我々はですね、はい、千葉県にありますとある学校に来ております。なんとどうしてこんな場所に来てるのかと言いますと、はい、中西さんお願いします。わかりました、はいはい、昨年5周年記念コンサートでチーム8全員に会いに行った我々がですね、そうです、まだ会いに行ってない、うん、会ってないメンバー、うん、総勢12名に集まってもらったからなんです。いや素晴らしいです。そうなんですよ、新メンバーでございます、ね、新メンバーでございますということですね、新メンバーの皆さん、うん、もうすでにあちらにいます。なんだって。チーム8の新メンバーの皆さん、いいですね、テンションゼロですあれ違うやん、あの向かいのホームで知り合い見つけたみんな声出して、はい、あ、いいですね、いいですね、いいですね、いいでございます。それじゃあ順番にお呼びしましょう、うん、皆さんフレッシュに全力で走ってきてくださいね。いいですね、いいぞ。では行きましょう。まずは秋田県代表の布谷リルちゃん。リルちゃん。マルイカエネがいい子にして寝たリルのこと大好きにさせちゃうぞ。秋田県から来ました高校2年生16歳の姉ねリルです。よろしくお願いします。なるほど。一応まあ言おうかな、うん、リルちゃん、あのさ、うん、今全力で走ってきたじゃん、はい、ちょっと横で電車が思いっきり走ってさ、うん、ガタンガタンってうるさかったから、うんうん、もう一回走って、かわいそうかわいそう、それは。さあ続いていきましょう、うん、岩手県代表の井上美優ちゃん。美優ちゃん、あ、来た来た来た、いいですね、いいですね、これは遅いですね。もう次紹介しようかなそうだね、うん、え、近い三重子様、行くぞ。一三重子、二三重子、三三重子、三重子、四三重子、三重子、五三重子、三重子、六三重子、三重子。はい、岩手県代表18歳井上美優です。よろしくお願いします。いや素晴らしい、うん、あ、なんかあんの、どうした、いいよ、お腹いっぱい言うの忘れた。かわいい、かわいい、いいよ、いいよ、全然いいよ。さあ続いていきましょう、福島県代表長谷川桃子ちゃん。桃子、いや元気元気、この子運動できるでね、え、よっ、はい、太陽の光を見て育った桃のお姫様といえば、長谷川桃子。はい、長谷川桃子13歳です。3代目ピーチ姫が今日もピチピチ笑顔をお届けします。福島、あ、いいよ、いいよ、よろしくお願いします。わー、いいよ、素晴らしい。じゃあ行きましょう、新潟県代表塩原かりんちゃん。かりんねー、かりんねー、かりんねー、いいね、かりんねー、いいよ、うん、はい、砂糖、醤油、胡椒、それでもあなたは
塩メロン。ありがとうございます。新潟県代表の中学3年生14歳の塩村かりんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。かりんちゃん、素晴らしい。さあ続きましていきましょう。静岡県代表鈴木優香ちゃん。優香ちゃん、優香ちゃん、走り方で走り方が変わった。お嬢様の走り方してる。みんな走り方が可愛い、可愛い、すごい可愛いじゃん。はい、静岡県から来ました。富士山よりもビッグになりたい、ゆうかりんこと鈴木ゆかです。可愛いか、可愛さ全開で頑張るぞ。いいな、可愛い。さあ続きまして三重県代表松村美久ちゃん。美久ちゃん、美久ちゃん、早いよ、早い早い早い、だいぶ早い。キャッチフレーズします。ひとつふたつ、はい、みっちゃん、ありがとうございます。いつもサンキューの気持ちを忘れずに皆さんに笑顔と元気を届けます。三重県から来ました松村美久です。よろしくお願いします。はい、美久ちゃん、よろしく。福井県代表笹川ひゆかちゃん。ゆかちゃん、ゆかちゃん、マイペースだ、マイペースだ。いいよ、長距離ランナーの走り方、本当だ、マイペース。福井といえばカニ、恐竜、はい、ゆうか、はい、福井県代表になりました中学1年生13歳の坂川ひゆかです。よろしくお願いします。はい、ちょっとひゆかちゃんお願いします。さあ続きまして兵庫県代表福留光穂ちゃん。はい、いいよ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 、早い、これ早いよ、ずっと笑ってる、これ早い、笑いながら走ってる、はい、はい、毎日全力全身一歩二歩みーほー、ありがとうございます。兵庫のおてば娘、兵庫県から来ました高校1年生16歳福留こと福留光穂です。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。続いて鳥取県代表徳永レミちゃん。いや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 、頑張ってるわ、頑張ってるわ。どうレミー、ありがとうございます。皆さんに素敵なメロディーを届けたい鳥取県代表中学1年生13歳徳永レミです。よろしくお願いします。はい、お願いします、素晴らしい。岡山県代表かまちゆきなちゃん。ゆきなちゃん、かまちゆきなちゃん、かまちゆきなちゃん、かまち、晴れの国岡山県から来ました。皆さんの太陽になりたい、ゆきな、心差し高く頑張る県、見とってくれにゃあんよ。岡山県代表20歳になりました鎌地ゆきなです。よろしくお願いします。ゆきな、長崎県代表尾上瑞希ちゃん。瑞希ちゃん、瑞希、瑞希、瑞希、ダコ、すごいダコ。7月はふみずき、6月はみなずき、5月までの私はおみずき、長崎県代表の尾上みずきです。よろしくお願いします。さあ最後は宮崎県代表上見空野ちゃん。日本の平田、宮崎県から来たちゃんはマンゴーのようにたくさんの人に笑顔を届けたい高校3年生18歳の上見空野です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ並んでいただきまして、はい、改めて紹介しましょう、こちらがチーム8の新メンバーの皆さんです。イエーイ、イエーイ、いや素晴らしい。やっぱ皆さんこうテレビとか、まあ、初めての方多いんでしょ。あんまり、ね、あんまりまだ出てないんだよね。ねえ、出てない、ね。じゃあ一つ言っときましょう。うんうんうん、ああいう時はね、一人ぐらい通過していく人おらない。いやそんなベタなボケいらないで。一個損してるんですよ。いやいや、いらないです。待て待てのポイントでしょ。どうなんですか、皆さん同士では仲はいいんですか。はい、仲良しで。もうなんかみんな声かけたりもしてましたしね。そうだよね。すごいよね。うん、長谷川ちゃんなんか運動得意やろ。いや走り方がもうね、そうやんか、うん、いやでも個人的にはね、うん、鈴木ちゃんの走り方すごい好きだった。ちょっとそっからこっちまで走ってきてくれた。鈴木ちゃんの走り方が超可愛いんだ。可愛いよ、可愛いんですよ、鈴木ちゃん。はい、よいスタート。可愛い、もうなんで、可愛い、もうなんで、もう
その走り方は本来砂浜を走らないこれはちなみに我々のことご存知ですか。はい、知ってます。あら、5周年 の、うん、あのやつを見てました。嬉しい、ありがとう。知ってるんだ。どうだった。メンバーの皆さんの良さがすごい光ってて面白くて良かったです。かみちゃん本当ありがとう。言うときます、あなたは特別扱いします。さあ、それでは今回皆さんが行う企画を発表いたしましょう。はい、こちらでございます。はい、第1回チーム8新メンバーナンバーワン決定戦。イエーイ。今から新メンバーにはアイドルに必要な能力が試される6つの種目で対決してもらうよ。ナンバーワンに輝くのは一体誰かな。皆さん自信のほどはいかがですか。あります。あります。あるですね。あのこっち半分全然怖いから。井上ちゃんは大丈夫。自信は手挙げんかったけど、私、うん、運動得意。得意かなんでそんなフランケンシュタインみたいな。俺運動得意。フランケンシュタイン得意なの。得意。井上ちゃん私、うん、体力テスト3年間1位。俺体力テスト3年間1位。うわ、やった、見つけたぞ。さあ、それではですね、うんうん、今回その総合優勝したメンバーに送られるのがすごいですよ、皆さん。そうです。聞いてない何も。聞いてないです。あ、聞いてないの。本当頑張った方がいいで今日。え、優勝した方に送られる豪華商品、はい、こちら、こちらなんです。よいしょ。はい、はい、チーム8全国ツアー47の素敵な街へファイナルと結成6周年記念コンサートで披露する新メンバーユニットのセンターでございます。頑張れ。どうだ、どうよ福留ちゃん。え、頑張れ。だからバンジージャンプとかだと思ってたから。どんな経緯。嬉しい。今年1月、チーム8全国ツアーのファイナルを飾る神奈川県公演と結成6周年記念コンサートの同日開催がサプライズ発表されたよ。会場は大物アーティストがコンサートを行う横浜アリーナ。私はずっとチーム8に入ってからチーム8のメンバーと一緒に横浜アリーナでコンサートするのがずっと夢だったので本当に嬉しいです。イエーイ。はい、はい、また新たなメンバーと一緒にあの横浜アリーナステージでまたまだまだチーム8最高だぞってとこ見せるので、ぜひ皆さん横浜アリーナ来てください。よろしくお願いします。エリナちゃん悲願の場所で行う大事なコンサートで新メンバーだけでユニット曲を披露することが決定。そんな大舞台にふさわしいセンターを決めちゃうよ。松村ちゃんいかがですか。そんなんでセンター決めていいんですか。君はあのロケを何やと思ってる。さあ、そしてこれからセンターを争う皆さんにチームメイト不動のセンター、うん、小栗ゆいちゃんから激励のコメントが、そう届いております。はい、こちらをご覧ください。どうぞ。待って、そうですね、私からでいいんですか。そうですね、ナンバーワンアイドルを目指して頑張ってください。ニッコちゃん。ニッコちゃんっていうの。ニッコ、ひどい。ニコ、なんでニコ名付けられた。でもいいじゃん、先輩がいじってくれたってことじゃない。そうだよ。ちょっと失礼じゃないですか。いいね、しょばれちゃん。素晴らしい。すげえいい、そういうの。ということで、新メンバーナンバーワン決定戦スタート。センター目指して頑張って。最初の種目は 50m 走。はい、ルール説明いたします。まずは4人1組で予選を行います。はい、各ブロック1位と予選タイムの早かったメンバー1人が決勝進出となります。優勝したメンバーは20点。もう結構ね、稼げますよ。2位から4位は10点獲得となります。
さあ、そしてこの競技のポイントをですね、この方にお聞きしましたので、こちらをご覧ください。どうぞ。必要です。個人メートル走はアイドルをしている上で、なんだろう、こうやっぱアイドルなので、誰がいつ追いかけてくるかわからないなのでいつ誰に追いかけられてもいいように足を速くしておいてください。いかがですか、どうですか、メンバーの皆さん、うん、おゆみちゃんどうだった、うん、さっきより面白かったです。じゃあ、また誰ちゃった、はい、はい、まずは予選の組み合わせをくじ引き。抽選の結果、組み合わせはご覧の通りに。第1組目はこちらの4人でございます。さあ、ちょっと意気込みの方もね、聞いていきたいなと思うんですけれども、ね、はい、じゃあ井上ちゃんから聞こうか。どうですか、自信は、うん、頑張ずろー、頑張ずろー、頑張ずろー、それは岩手の言葉ですか。全然違う。違うんかいな。何ですか、頑張ずろーって。なんか校長先生が、うん、頑張るぞ、うん、頑張ずろーって間違った、うん、間違った、間違った。井上ちゃん、それ誰がわかんねえ。尾上ちゃん、いかがですか。私も3年ぐらい走ってないので、うん、ちょっとやばいんですけど。マジか、うん、一生懸命トイレに向かって、うん、トイレしたいの今、はい、トイレしたいのだから、うん、トイレがあると思って一生懸命走る、うん、あっちにトイレあるから、はい、絶対頑張ろう、絶対に行かないと。さあ、徳永ちゃん、足遅いんですけど一応ソフトボールをしてて。おお、ポジションはどちらだった。セカンドをやってるんですけど。お、セカンド、うん、いやでもね、うん、運動してたんだったらちょっとやっぱり、うん、体力あるだろうからね。ありますね、いいと思いますよ。あの、ダメさんね、なんかあったんじゃないですか。なんかボケんのかなと思って待ったんですけど、そのまま普通に。あの、このまま普通に長いこと喋って、おふめちゃんトイレにかさんとか。さあ、ぬめちゃん、え、なんか学校で体力テストとかあるじゃないですか、うん、誰と走っても B なんですよ。え、意外だね。なんか景色が変わらなくて。もう何もずっとルームランナーみたいな感じなの。マジで進めないので。予選を勝ち上がるのは一体誰なのかな。さあ、それでは 50m 走予選第1組でございます。お願いします。位置について、よーい。さあ、どうだ、走った、走った。さあ、みんないい勝負、横一列になってるぞ。さあ、ルナちゃんがちょっと増えた。あ、尾上ちゃん、尾上ちゃん、そのまま、さっきがそのままトイレ行った。トイレ行った、尾上ちゃん。トイレの力、早かった、早かった。もう限界やったよ。どうだった、走って。どうだった。疲れました。疲れたか。でもなんかミユコと接戦ですよ、ね、横にいたの分かった。分かりました。分かった。でも最初ミユコが速くて、うん、やばいと思って。ムナエちゃんも速かったじゃん。速かったよ。みんなこう言ってて、あ、やばいやばいやばい。いや、これでも、尾上ちゃん、これトイレ行きたいっていうのはもうドーピングじゃん。いや、ドーピングは入れんねん。尾上ちゃんは出すね。何すっきり帰った人。どうでしたか。どうだった。すっきり軽くなりました、ね、軽くなった。なんか次も行けそうです。マジで。でも早かったわ、前で、うん、めちゃくちゃ早かった。ということでございまして、1位は尾上ちゃんでございます。決勝進出。第2組はこちらの4人でございます、はい、それぞれ意気込みをね、聞いていきたいと思うんですけども、はい、ウエミちゃんいかがですか。私もトイレに行きたいので。マジで行きたいの。漏れそう。天下のアイドルが漏れそう。さあ、福留ちゃん、福留はなんかわかんないんですけど、うん、ムズムズするから、うん、叫びたいです。じゃあ、そのムズムズしてるのは多分トイレ行きたい。結局さあ、河内さん、はい、負けないように若い者に
頑張ります。もう新メンバーの中でそういうのあんだ。最年長でいつもおばさんってあのニッコちゃんに言われんだ。そう、坂川ちゃん、あ、私はこの中で最年少なんで、ちょっと若さのね、強さを見せたいと思います。最年少、ちなみに坂川ちゃんから見て、かまちゃんはどうなんですか。おばあさんって感じで先輩って。優しい。はい、好きでさ、可愛がります。おなが生まれた。毎日お世話します。予選2組目、決勝に進むのは誰かな。さあ、それでは 50m 走第2組でございます。はい、お願いします。位置についてよーい。来た。あんの、やっぱりそういうの。なんでやこれ。すげえな。何よ、そう。早かったよみんな。じゃあカマちゃんどうだった？耳があんまり遠いので年上で、あのスタートダッシュ遅くなっちゃって。ごめんね、あのババアやん。ということで第2組1位はウェブちゃんでございました。第3組はこちらの4人でございます。さあ、意気込みの方を聞いていきましょう。はい、松村ちゃんどうですか。え、ももかには負けたくないです。ほら、なるほど、もうライバル。ちょっとなんかこの余裕ぶってる感じがちょっと鼻につくんです。あら、これは。さあ、鈴木ちゃん、今あの 10m 走ったんですけど、疲れたので 50m 持つか心配なんですけど。50m 走の前になんで 10m 走るの。だから。さあ、そして優勝候補と名高い長谷川ちゃんでございます。口だけって思われたくないで、こうビッグマウスは自分を追い込むためにやってるのかと。そういうことですよ。ね、素晴らしい ね、 ね、いいですよ。ちょっと期待しましょう。ね、さあ、肉子。違います。早いので無理です。諦めないで、諦めないでよ。第3組、誰が1位で抜けるのかな。さあ、それでは 50m 走第3組でございます。お願いします。位置についてよーい。クラウチ、お、来た来た来た、フライング、フライング、フライング、はいはい、止まって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 走り切った、走り切った。フライング、すいません、あなたです、フライングしたのは。今のお気持ちを聞かせてください。どういうつもりでフライングされたんですか。あの、ずるしくても一応。ただ、フライングしたとはいえ、早かったよ。長谷川ちゃんが抜けなかった。早かったで、あの子。鈴木ちゃん、あの走り方じゃなかったんです。走り方がもう変わってるんです。計算ですね。だって前の走り方ってどんなやったか知ってます。前の走り方をどうぞ。走り方が変わった。お嬢様の走り方してる。砂浜走り方が変わった。かわいい、かわいい、すごいかわいいじゃん。編集大変。さあ、それでは 50m 走第3組でございます。お願いします。位置についてよーい。さあ、スタートいたしました。さあ、おー、やはり長谷川ちゃんが速い。うわー、ダントツで速い長谷川ちゃんが速い。1位でゴールする。大丈夫か、大丈夫、鈴木ちゃん、鈴木ちゃん、大丈夫か。フライングしないと1位取れない。鈴木ちゃん、ちょっと疑惑があるんですけど。ちょっと審議入ったんですよね。ちょっと審議入っていいかな。ちょっといい、うん、聞いて、ね、うんうん、最初さ、走ってた時の走り方ってさ、違うくない。オープニングの時に走ってた感じだよ。あれ、全然違うじゃん。一緒でした。いや全然違うよ。全然違うじゃん。はぁ、こいつやってんな。許して。何を言ってんの。やかましいわ。さあ、そして長谷川ちゃん、ちょっと余裕な感じもあったですけど。まあ、フライングでも勝ったんですけど、やっぱ早いなって思いました。なるほど。ムカつく。フライングのままやってても私は勝ってたと。はいはい、これ言うてますけど。その辺どうですか、鈴木ちゃん。悔しいです。本当に泣かしたかったので。泣きそう。泣きそうか。ということで、予選第3組、はい、1位は長谷川ちゃんでございました。
ず決勝に進んだのはこちらの3人。さらに2位の中で一番タイムが早かったメンバーを加えて決勝戦だよ。発表いたします、うん、予選タイム9秒50。松村ちゃん、ということで、この4人が決勝進出ということになります。ね、さあ今のお気持ち聞かせてください。うん、松村ちゃんから。え、本当にめちゃくちゃ嬉しいです。頑張ります。うん、頑張ってね、うん。頑張ろう。さあ尾上ちゃん。頑張ります。どうする？あの技使っとく？ちょうど今一番目にやって、うん、2レーン目、3レーン目が終わってちょうど今すごいトイレしたい。ちょうどよかった。大将同じ技を持つ。どうですか、うんちゃん。頑張ります。いやこれは。さあそして、うん、長谷川ちゃん。一番年下なんで、うん、あの飛ぶように走りたいなって。これすごいですよ。さあいよいよ決勝戦。1位になって20ポイント獲得するのは誰かな。それでは50メートル決勝戦です。お願いします。位置について、よーい。さあ決勝戦、おお、スタートが良かったの尾上ちゃんね。さあ長谷川ちゃんも OK の後から抜いてきた。うわ、まくった、まくった。そう、すごい、かっこいい。すげえ、すごいレースだったよ。すごかったよ。今のは多分有馬記念でもね、最初ね、尾上ちゃんがずっとリードしてたよ、ね、むちゃくちゃスタート綺麗だったよ。うわうわうわってこうみんな言うてて、びっくりしました。なあ、なんか追いかけられてる。いや、すごいよ。後半の追い上げは、追い上げかも、かっこよかったよ。もう最後もう抜いてゴールしたもんね。わあ、何あの加速力。わしの裏キャスターとかついてるスタートできへんな。そう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 。ということで 50m 走、うん、優勝は長谷川ちゃんでございます、うん、おめでとうございます。おめでとう。さあ次はみんなに夢を叫んでもらうよ。続いての種目は大声ドリーム。さあルールを説明いたします。校舎の屋上から最大級の大声で将来の夢を叫んでもらいます、うん、その声の大きさをデジベルで測定いたします、うん、さらにその夢がどれだけ中西さんの心に刺さったかを芸術ポイントとして、はい、10ポイント満点で判定してもらいます、はい、さらにこうデジベルにプラスされるということ。プラスされますから、はいはい、その合計ポイントが最も高かった人が優勝ということでございます、はい、さあそしてこの競技もですね、このポイントについてですね、あの小栗ちゃんに聞きましたので、はい、ぜひ見ていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、こちらご覧ください、どうぞ。そうですね、大声が必要な理由は、あの同じメンバーだったり仲間がなんかトラブルがあったりした時に、そこの周りにスタッフさんとか救急車の方とか、あの病院の方とかいなかったら危ないじゃないですか。だから大声を出さないと届かないと思うので、大声を出して届くようにいっぱい練習して競い合ってください。ちなみに小栗さんの大声聞かせてもらったんですか。え、私の声は、大切なところで使うので、すいません。一応俺からの芸術点は0点。残念でした。何も刺さらなかったということでございまして、大声ドリーム自信のある人。あれ？おお、一人だけ。ここは、あ、福留ちゃんも上がった。上がったよ。うん。長谷川ちゃん、大声自信ある。あ、そう、はい、出すこともあるの大声は。ないんだ、ない、うん、声ちっちゃさあ大声ドリーム一人目は福留ちゃんでございます、はい、あそこにスタンバイしてくれてますね、はい、自信のほどはあります。おそれでは福留ちゃんの大声ドリームお願いします。兵庫県代表福留光穂です。大声で紅
半何言ってるか分からない。これはすごい現象が起きましたけど、何アイドルって言ったの？スルメアイドル。スルメアイドル。噛めば噛むほどいい味が出る。なるほど。そうか。ただいまの記録87.5 デシベルでございます。おお、さあ中西さん、芸術ポイントですけども、はい、そうですね、うん、じゃあこれはもう7ポイントいきましょう。あ、7ポイント、うん、7ポイント。どういうところで？まあ一人目だからそれぐらいかな。雑やめ。大声ドリーム2人目はぬのやちゃんでございます。頑張れ。さあぬのやちゃん、どうですか、自信のほどは？ないです。頑張ってね。でも頑張ります。では行きましょう、ぬのやちゃんの大声ドリーム、お願いします。秋田県代表のぬのやりるです。大好きな秋田県でソロコンサートやるぞ。おお、いいんじゃない？結構ね、魂こもってたよ。秋田県でソロコンサートやるぞ、これ素晴らしいんじゃないでしょうか。さあ中西さん、はい、芸術ポイントでございます。これですね、うん、8ポイントあげましょう。これはちょっともう刺さりましたもん、ストレートで。ただ芸術ポイントが何かをまだ私も探ってるところなんで。ちゃんと。さあ3人目は井上ちゃんでございます。イエーイ。さあ井上ちゃん、いかがですか？オッケー。分かんない、今もう3デシベル。今のオッケー。では井上ちゃんの大声ドリームです、お願いします。岩手県代表の井上美優です。 AKB の選抜に絶対入るぞ。中西さん、はい、大好きだ。ちょっと待ってください。これあ、ちょっと刺さったんじゃないですか。これはじゃあ中西さん、はい、芸術ポイント何点でしょうか？3点です。いや、少ない。大好きですって言ったのに、うん、そういうとこで加点を稼ごうとした感じがなんか出たんです。本当はどう思ってんの？本当は本当に大好き。ほんまか？ほんま。正直に言って、どっち？何も知らない。3点やないか。もう絶対3点。さあ続いてはニクコちゃんでございます。ニクコ違いますって言ってますけど、塩原ちゃんの大声どうですか？全然聞いたことない。聞いたことない、はい、メンバーですら聞いたことない、はい、では行きましょう、塩原ちゃんの大声ドリームお願いします。新潟県代表の塩原かりんです。私の夢は AKB48 チームエイトにとって必要な人になることです。あの、あそこ電波悪いんですよ。でもあのね、長井さんね、普段出せない大声をあそこに立って頑張って出してるっていうところは僕芸術ポイントに入ると思うんです。いや、素晴らしかったです。本当にこれはちょっとね、はい、あ、こんなに出るんだと思いました私は。でしょ、はい、芸術ポイント、うん、何ポイント？4ポイントです。しょばれちゃん芸術ポイント4ポイントです、うん、なんでですか？だよね。さあ続いての挑戦は尾上ちゃんでございます。はい、イエーイ、うん、さあ尾上ちゃん、自信のほどはあります。おお、明るいですね。それでは尾上ちゃんの大声ドリームお願いします。長崎県代表の尾上瑞希です。じゃがいもになるぞ。芸術ポイントです。そうですね、はい、じゃあこれはもう4ポイントです。あ、4ポイント、じゃがいもポイント。ちょっと尾上ちゃん、はい、じゃがいもになんでなりたいの？いろんなところでじゃがいものように、うん、いろんなとこで活躍できるようなじゃがいものようになりたいです。いろんな料理に必ずじゃがいもが入ってくるから、うん、そういう存在になりたいっていうことやな、うんうん、さあ続いては長谷川ちゃんでございます、うん、自信のほどはあります。もうすごい、出てますね。あんな幼稚園児おるけどね。長谷川ちゃんの大声ドリームお願いします。福島県代表の長谷川桃子です。私は紅白歌合戦に出たい。お、な
なかなか通る声で言ってきましたけど。これはずっと来ましたね。これどうですか、中井さん、芸術ポイント。これはちょっと難しいところですけども、6ポイントです。おお、高いですね。素晴らしい、うん、さあ、そんな長谷川ちゃんのデシベル数はこちら、うん、おお、89.1 デシベルでございます。すごい、パチンコ店ぐらいうるさいです。これで半分終了。暫定1位はももかちゃん、残りの人はかりんちゃんとみずきちゃんの記録を抜けばポイントゲットだよ。さあ、続いてはかまちちゃんの挑戦でございます。かまちちゃん、いかがですか。言うのが怖い。あ、言うのが怖い。もう卒業発表するの。怖い。さあ、かまちちゃんの大声ドリームお願いします。岡山県代表のかまちゆきなです。まだまだ未熟な私だけど、たくさんの人を笑顔にできるアイドルになる。これは素晴らしい。聞いた。届きましたよ。よかったです。9ポイントです。おお、もう河内さん芸術ポイント最高得点です。9ポイント。中西さん大好きです。お、10ポイントです。増えた。増えた。素晴らしい。素晴らしかったです。さあ、続いては松村ちゃんの挑戦でございます。頑張れ。ありがとう。さあ、松村ちゃん、上に上がった今のお気持ちは。自信しかないです。お、自信しかない。松村ちゃんの大声ドリームです。お願いします。三重県代表の松村美久です。私は大好きな親に家を買いたい。優しい子やで。こんなこと言われたら低い点つけられへん。芸術ポイントは9ポイントです。わ、高いよ。高いよ。9ポイント。松村ちゃん、めっちゃ嬉しいです。ずっと思ってた、そういう家買ってあげたいとか。はい、親大好きなんですよ。素晴らしい。大事にしてあげてね。さあ、続いては坂川ちゃんの挑戦でございます。いるか、いるか。声出そう。大丈夫。声出していい。それでは坂川ちゃんの大声ドリームです。お願いします。福井県代表の坂川ひゆかです。私は私の笑顔で世界の人を笑顔にさせたいです。素晴らしい。大きいですよ。芸術ポイントは8ポイントいきましょう。高い。後半ちょっとバコ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 きますね。きてますね。バコバコきてます。さあ、坂川ちゃんのデジメルスはこちら。89.3 デジメル。すごいよ。ありがとうございます。さあ、続いては徳永ちゃんの挑戦でございます。はい、徳永ちゃん、上に上がっていかがでしょう。上に上がったらめちゃくちゃ緊張してます。あらまあ、やっぱそう。頑張れ、レミタソ。そうやな。では徳永ちゃんの大声ドリームです。お願いします。鳥取県代表の徳永レミです。夢は AKB48 の選抜に入って石原さとみさんと共演するぞ。選抜に入って石原さとみさんと共演したいと。芸術ポイントは何ポイント。5ポイントです。ちょっと下がっちゃいましたね。そうですね、ええ、石原さとみさんと一回共演とかしたいわってうちの父親も言うてました。そのかぶりがやっぱり。あ、なるほど。そうなんですよ。さあ、続いては鈴木ちゃんでございます。鈴木ちゃんの大声ドリームお願いします。静岡県代表の鈴木優香です。ファンの方をファンの方にいっぱい恩返ししたい。語尾をちょっと頑張りましたよ。固いって伸ばしましたけど。そうですよ。ここに芸術ポイントを重ねると何ポイント。5ポイントです。5ポイント。5ポイントです。あんまりいかなかった。鈴木ちゃん、芸術ポイント5ポイントです。低いのでもう1パターンやってもいいですか。おお、みんなに聞いてみるね。はい、もう1回はありですか。ダメです。ダメです。さあ、最後は上美ちゃんの挑戦でございます。はい、さあ、上美ちゃん、最後だけども
頑張ります。おー頑張れ。それでは行きましょう、うん、上美ちゃんの大声ドリームお願いします。宮崎県代表の上美空野です。私は人を感動させられるような女優さんになる。発声が一番良かったし、綺麗な発声をしてる気がします。トレートな思いが詰まっときました ね、 ね、 ね、ゲージポイント10ポイントあげましょう。出た、嬉しい、ありがとうございます。よかったね、大好きです大好きですっつった20ポイントはダメだな。いやダメですダメです、それはごめんなさい。ということで大声ドリーム2位から6位はご覧の通り。1位に輝いたのは誰なのかな。1位は佐川ちゃん。お気持ちは、うん、屋上で言った時にめっちゃ清々しかったので本当になんかわーってなって、でこの結果もわーってなったんで、今もわーって感じです。コメントの IQ 低くさあ次は頭を使った種目なんだけど、びっくりした。そろそろ次の種目を始めるよ。続いての種目は一般常識テスト。はい、はい、さあ来ました、ご説明いたしましょう、うん、今朝皆さんにはですね移動中に一般常識問題のこのテストを受けていただきました。皆さん回答しましたか。した。はい、おはようございます。おはようございます。早速なんですが皆さんにテストをお配りします。そう、実はロケに向かう車内で何も知らされていないメンバーに早朝テストを行ったんだよ。よーい、スタート。本当よかった。聞いたことない。終わった。なりました。簡単だった。さあ今からその答え合わせと全員の成績を発表いたします。はい、成績1位には20点、うん、はい、6位までに入れば10点獲得と。そうでございます。ということでございますのでね、はい、つまり成績が最下位だった人は。チーム8新メンバーのおバカセンターになってしまうということでしょ。もうバカセンですご覧になってますからね、ファンの方々が皆さん、はい、さあこの種目のポイントもですね、うん、あの方に聞いておりますので、なんとよろしいでしょうか。あの方、ね、あの方ご覧いただきたいんです。あの方の V です、どうぞ。バカにされないためやっぱ七瀬ちゃん、吉川七瀬ちゃん、おバカさんって言われてるけど、バカにされないため、ちょっと待って、ななせちゃんのことは大好きです。ちなみに、うん、おみさんの一番知ってる難しいことを教えてもらえますか。ありますよ。今日はいつ至極に存じ奉ります。これ42歳やけど言うたことないよ ね、 ですね、 こ、 れ、まあ、ここにはいないですけど小栗ちゃん、はい、バーカバカですよ。今朝のテスト自信がある人いないよ、嘘、マジで。かまちゃん大丈夫やろ。大丈夫だろ、まあ、大学生なんで、まあ、おバカちゃんと釣りはできるかな。おほらほら、そうですよ、こういうコメントが大事ですよ皆さん。そうですよ、そうですよ、うん、どうですかおのがちゃん、うん、19歳だから、うん、まあ、普通なんですけど、うん、なんでそんな急に裸の大将みたいな。普通懐かしいなお前。さあまず順位を、発表する前に皆さんのおバカ回答を見ていきたいと思います。はい、そうでございますね、うん、はい、最初の問題こちら。はい、次のことわざの空欄を埋めなさい。はい、ホニャララで太陽つる、これはね
うん、もうこれ答えれたよっていう方いますか、これ。あ、かなり。あ、分かるよね。これ分かります。これ分かる。中西さん正解は。はい、これはもうエビで鯛を釣る。いやエビで鯛を釣る。鯛を釣る言うやろ。逆にこのエビ以外で出てこないですけど。出へんよ。まずね、長谷川ちゃんの回答。長谷川ちゃん。見てみましょう。長谷川ちゃんの答えこちらでした。猫で鯛を釣る。まあ、魚には強そうやけど。強そう。あ、まあでも次見てみましょうか。うん、上美ちゃん。うん、上美ちゃんの答えはこちら。はい、うん、手で鯛を。まあそうやけどね。シンプルやね。うん、掴むが近いけどね。そうやね。手で鯛を掴む。いや、いいじゃないですか。じゃあ続いて塩原ちゃんいきましょう。千原ちゃんの答えはこちら。人で鯛を。まだあったんですね、生贄の時代が。行ってこいと。ああ、行ってこいと、お前。行ってこい。行け行けと。ああ、じゃあ次の問題見ましょうか。次の慣用句の空欄を埋めなさい。なるほど。借りてきたホニャララ。これも聞いたことあるよね。うん、借りてきた。これはもう。まず答え、借りてきた猫ってこと。これ聞いたことあるでしょ、皆さん。なかったよ。ない？え、僕適当に書いたら。あるやろ、これ。ない？普段の様子よりおとなしい、うん、ね。で、徳永ちゃんの答え見てみましょうか。徳永ちゃん、こちらいいですよ、うん、借りてきた箱、何ですか箱、何ですか、ね、猫を箱借りてきた箱って、ね、箱だったら何でも入るから箱かな。確かにね、便利だもんね、うん、さあ次の問題見てみましょう。 Twitter、Facebook などの SNS、この SNS とは何の略、うん、これはそうや、皆さんの世代はね、分かるでしょ、もちろん答えれて当たり前なんですよ、まあ、簡単や、答えは答えでした、うん、え、ソーシャルネットワーキングサービス、全然違うんですよ。え、じゃあちょっと見てみましょう、坂川ちゃんの答え、もう言いましょう、うん、はい、坂川ちゃんの答えこちら、うん、スピークナイススピークいいですね、いいですね、スピークナイススピーク、勢いがあるよ、この精神があればね、炎上なんかなくなります、なくなるよ、スピークナイススピーク、素晴らしい、いいね、キレがいいよ、あ、いいよ、キレがいいよ、ナイス回答です、これ。じゃあ次の問題見てみましょう。イギリスの首都はこれはね、これはもう一般常識、もうさらにね、そうだ、自信あるね、みんな、はい、うん、これ自信ある人、はい、あれ、あれ、手上がらないメンバーもいるな、あれ、上がらへんの、あかんの、見てみましょうか、鈴木ちゃんの答え、鈴木ちゃん、こちら、キリスト、何これ、何これ、何これ、どういうこと、それは首都じゃなくて主や、都はいらん、都はいらない、都はいらない、主だった、惜しかったですね、これもパッと出たの、鈴木、はい、分かりました、すぐに、いや、分かってないの、全然分かってない、キリストやと思ったよ、はい、パッとね、次の問題こちら、円錐を描きなさい、自分でこう絵を描いてみる、そうでございますね、うん、これカバちゃんいけた、余裕だ、余裕だ、どうなんじゃん、円錐ってまず何か分かんのか、そこからだ、はい、ヌヌヤさんの答え、ヌヌヤさんの円錐こちら、円錐えらい、えらいよ、すごいね、素直や、君は、もう将来一休さんです。そうや。一休さんの答え方や。一休さんの発想です。ただね、ヌヌヤちゃんのこれ一休さん的な回答、うん、もっと一休さんがいました。え、嘘だろ。このメンバーの中で。それが坂川ちゃん。坂川ちゃん。え、真面目に、一番真面目。素晴らしかったです。坂川ちゃん、うんうん。見てみましょう。坂川ちゃんの答えこちら。はい。うん、円が水。いいですね。素晴らしい。素晴らしいよ君。いいんです。円錐やから。円が錐。すげえもん。スピークナイススピーク。素晴らしい。素晴らしい。もうすごい。みんなのおバカ回答を見たところで、では今回の一般常識テスト優勝者、はい、発表したいと思います。はい、一般常識テスト見事1位に輝いたのは点数。70点、なんと2位との差が25点もありますね、見事1位に輝いたのはかまちちゃん、おめでとう、さすが、うま
ましたよ。だね、70点いかがですか。1位ですよ。みんながおバカすぎて2位から10位はご覧の結果に。みんなもうちょっとお勉強しようね。そして残るはこの2名。チーム8新メンバーのおバカセンターはどっちだ。今2人残りましたけど、うん、どっちが最下位だと思います。おえ、だって、うんうん、すぐ終わってました。早かった答えのが早かった、うん、私、うん、私みんなの中で一番最後に終わりました。じっくり問題解いてたんだね。たんや慎重になって答えてたんや。なるほど、それどうなん。千代丸ちゃん、いやずっと隣でこれ初めて見たと、え、もうずっと分かんない、ずっとそればっかり言ってました。問題見てこれ初めて見たって言ってた。ではフービーの11位発表したいと思います、うん、しおまるちゃん。というわけでチーム8新メンバーおバカセンターは獲得点数15点、井上ちゃんです。そんな井上ちゃんの回答を見てみますか。いや、ちょっと見てみましょう、はい、まずこちらですね、はい、次の慣用句借りてきた本、ね、図書室ですか図書館ですか。図書室の話です、ね、図書館に行った設定慣用句に設定とか言えねえ、うん、はい、続いてこちら、ドライアイスは何を答えにしたもの。冷凍庫。冷凍庫の中の冷気を、冷気を固めて、あ、冷凍庫の中の冷気を固めたらドライアイスになる。最後こちら、スイカを英語で書きなさい。漢字で西売。英語が漢字になってますね。どうじゃ、井上、西売りって言いますよね。西売りって書いてる。そう、うん、ただこの売りではないないね、うん、これ東西南北の西売ってもうてるから。そうやね、うん、ほんでそもそも英語で書かない。英語と漢字間違ってるやん。あ、今から屋上上がって大声で私は15点って言うと。続いては中西さんとガチンコ対決。続いての種目は中西 PK。 さあ、ルールを説明いたします。サッカーの PK でゴールキーパー中西さんと対決していただきます。もう普通に蹴るもよし、中西さんをあざとさや可愛さでメロメロにするもよし、もうどんな手段を使っても OK でございます、うん、とにかくゴールを決めましょう。もうこれだけです。もう簡単でございますよ。ただ止めますよね、中西さんは。めちゃくちゃ止めますよ。え、僕は申し訳ないですけど、うん、僕はシュナイダーのファイヤーショットを2分の1の確率で止めるんで。分かんないです。何ですかそれ。え、キャプテン翼の若林健三。知らんよ。知らないよねそんな。マジですか。この競技のポイントもおぐりちゃんに聞いておりますので、はい、ぜひ、VTR ご覧ください。どうぞ。 PK って何でしたっけ。何の略だと思う。クルスください。さすがですね。うん、本当に分かんない。何ですか、PK って。ボール使います。あ、ドッジボール。ドッジボール対決。なるほど。対決。PK は、そうですね、やっぱりこう、人にこうやって当てるっていう、強い心、大切です。井上ちゃん、小栗ちゃんの V 見てどう思いました。可愛いから、うん、OK。 許せるか。いいよね、おバカでもいいよね。そっか。さあ、中西さんからゴールを奪う自信がある人。はい。あ、ちょっと小野ちゃん、いいよ、前顔バッと出してください。ちょっとだけあります。何、小野ちゃん。あ、そうなんですよ、サッカーがなんか自信あるそうで。なんで。小中やってました。え、経験者。はい。マジか。
でも経験って言ってもさ、本当に経験してるかどうかわからんよ。だから小野ちゃんポジションはどこだったんですか。サイドハーフです。サイドハーフガチガチちゃうの。サイドハーフ。でも俺から点が取れるかっていう話です。確かにね、うん、俺は単行本27巻でドイツ人ボコボコにしてます。いやもういいね。若林いいねもう。中西さんからいっぱいゴールを奪ってね。みんな頑張れ。さあ中西 PK1 人目はぬのやちゃんでございます。頑張れ。さあぬのやちゃん、中西さんに向かって意気込みの方どうぞ。絶対に入れて10ポイントもらいます。なめんなよ。俺飼ってる犬の名前ジョンやぞ。もう若林いいです。では行きましょう。ぬのやちゃん、中西 PK。 しげきくん、好きな食べ物なーに。焼肉です。じゃあ今から焼肉食べに行こう。え、あそこの赤いお店すごくいいんだって。本当見える。うん、どこ見える。見える。見事に左隅。ぬのやちゃん素晴らしい。イエーイ、やった。ナイスゴール。気をそらしてのシュート、はい、さっき考えました。あ、そう、はい、これ中西さん見事にやられましたけど、焼肉はほんまに行ってくれんのやろな。いや行かないんですよ。続いてはバリバリのサッカー経験者、尾上瑞希ちゃん。おいおい、マジかよ。経験者としてバチ決めさせてもらいます。思いっきり来いよ。はい。ああ外しそう。さん気持ちで負けてないですか。距離近ないか。いやもう常にこの距離。大丈夫か。はい、では行きましょう。止める。尾上ちゃん、中西 PK、 よーい。素晴らしい経験者。もうこっち行く、こっちにしました。永井さんいかがでした。一歩も動けませんでした。こんなん構成的には2人目ちゃうやろ。3人目は鎌地よけなちゃん。鎌地ちゃん意気込みを。同じ赤い服で私の方が鮮やかな赤ですので負けません。なんやそのコメント。優しくしてください。どういうことやねん。では行きましょう。かまちちゃん、中西 PK、 よーい。いい天気ですね。はい、あの公園なので、うん、運動場なので、うん、だるまさんが転んだしませんか。僕が鬼をやんの。はい、はい、後ろ向いてください。なるほど。で言ってください。はい、だるまさんが、あ、入った。見事後ろを向けてからのシュート、これは素晴らしい。かまちちゃん、まあこれが一番入りやすいかな。なるほど、さすがですね。いやもうまさか蹴ってくると思わなかったの。いや重いだろ。重いよ普通。スポーツ万能長谷川桃花ちゃん。長谷川ちゃん意気込みを。メガネ似合ってますね。マジで、はい、ありがとう。綺麗に決めるんで止めないでくださいね。ストレートに止めないでくださいって言うてくんねん。では行きましょう。長谷川ちゃん、中西 PK、 よーい。なるほどなるほどなるほど。あーなるほどなるほど。あー乗ってきた。うちのキーパー乗ってきましたね。うちのキーパー楽しそう。うちのキーパー楽しそうだ。うちのキーパー楽しそうだ。楽しそう楽しそう楽しそう。おう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 。あーいいですね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 。おーおーえーえーえーおーすごいすごい。おーそこからのゴール。見事側転で気をそらしてからのシュート。長谷川ちゃん綺麗な側転得意なんです。素晴らしい。いや今のあれやんか、側転でディフェンダー陣抜いてこうドリブルで突破したファンディアスと一緒やん。もうええねん。見てみポカーンってしてる。続いて坂川ひゆかちゃん。坂川ちゃん意気込みはいかがでしょう。いやサッカーあんまり経験したことないんでちょっと心配なんですけど、うん、頑張って入れたいと思います。頑張ってよ頑張ってよ、はい、
では行きましょう。坂川ちゃんの中西PK、よーい。さっきからのゴール決められてるじゃないですか、うん、かわいそうなんで私サービスで、うん、決めるとこ教えるんでそこ行ってください。おはい、入れてていいですよ。どこや、こっち側に行ってくる。こっち、はい、そっち決めるんで。お前な、優しい、はい、お願いします。うん、OK、優しい。ですね、坂川ちゃん、はい、見事なコース、ありがとうございます。簡単だった、キーパーは。あ、簡単ですね。次は徳永レミちゃんのキック。徳永ちゃん、はい、意気込みは。ここで絶対ポイント入れたいんで、うん、中西さんに負けないように頑張ります。お、あの、入れれるもんなら入れてみよ。い、入れます。おできるのか。できます。そうですか。なんやねん。では行きましょう、徳永ちゃん。そこでちょっと10回回ってほしいんですけど、いいですか。10回回る。10回回ってほしいです。いやいや、なんでですか。いやいやいや、初めて断った。回ってる姿見てみたいんですよ。いや、いい、そんな回らない。なんですか。PK中やもん、やろ。え、ちょっと回ってほしいです。回れ回れ、回ってる間に君は蹴ろうとするやん。いや、蹴らないんで。勉強してる、うん、じゃあ一緒に回りますんで。一緒に回る。はい、一緒に回んねんな。うん、回ります。よしよしよ、絶対回ってくださいよ。 OKOK、うん、分かった、はい、うんうん、はい。え、なんで回らないんですか。警戒しろ。10回回るの。警戒しろ。今蹴った。あ、どう。見事リズムを崩してからのシュート。え、ちょっとやばいなと思ったんですけど、よかったです。な、今のは、うん、本気で取ろうとして取れなかった。7人目は鈴木優香ちゃん。まだ私0ポイントなので、ここでまず10ポイント獲得したいと思います。あ、そうか、意外に0ポイントか。そうなんです、全部標準なので。なんか腹立つ。では行きましょう、鈴木ちゃん。中西さ ん、 ん、実はずっと言いたいことがあったんですけど。どうしたんだい。でもみんなに聞かれなくたくなくて、うん、2人きりで話したいんですよ。2人きりで話したい。やばいやばいやばい。来てもらえますか。これあかんやつ。2人きりで、うん、今です。あ、やばいやばい。どうしても話したいんです。ほら、ゆっくり歩いてった。ほら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 、何、あ、何もらえる、うん、私とデートしてください。あれ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 、マジで、あれあれいいの。何やこれ。いや、それはでもな、やっぱりちょっとこういうな、お仕事同士のあれやから。ダメですか。いやいやいや、それしたいよ、デートしたいけど。ボール後ろにある。まあ、じゃあありがとうございました。いやいや、そういうわけではないねんで。さよなら。何やねん。さよなら、さよなら。何してんの。俺も結構すごい応援してる。ありがとうございます。キーパーがマジになって持ってるから。応援してるから。バイバイ。バイバイ。ありがとう。またな、またこっそり。はい。うん、こっそり。うん。どう。やったー。これは鈴木ちゃん、もう考えてたテクニック。はい、うん、だけどデート断られたのが想定外でした。ちょっとダメです。なんで断ったんですか。いや、カメラ回ってる時はあかんわ。結構俺、推しなんです。嬉しい。続いて、上見空乃ちゃんの挑戦。さあ、上見ちゃん、意気込み聞かせてください。ケチャップみたいな中西さんに負けないように頑張ります。ケチャップみたいな中西さんに負けないように。俺、君ガチで止めるわ。あ、傷ついてた。では行きましょう、うん、上見ちゃん。中西さんのかっこいいところが見たいので、うん、その上の棒を使って懸垂していただけますか。嫌です。お願いします。ダメだ、したところで君は蹴るだろ。ダメだ。お願い。ダメ。あ、やばい。お願い。一回だけやで。折れた。あ、なるほど。でもこっちは見てる。こっちは見てる。おお、あ、止めた。こっちは見てる。おお、あ、止めた。やばい。ゴールならず。上見ちゃん、これ作戦としては良かったんだけどね。残念やったな。何してくれたんですか。そんなもん簡単やろ。番組的にはな、そろそろ止める絵が欲しいんや。塩原かりんちゃん、いけるかな。塩原ちゃん、意気込みを。かかってこい。おお、どっちかっていうと君がかかってくる。
それキーパー側の目線俺が言うやつでは行きましょう、塩原ちゃんの中西ピーケ。私今お腹痛いんで保健室の先生連れてきてください。俺が連れてくんのか、はい、自分で行ったらどうや本当に、もう死ぬ、本当に無理なんですよ。いやいやいや、それはもうそんな、あだいや、ほんなん誰か、もうスタッフさんでも呼んできてもらい、ほんなんやったら俺が呼んでくんの、これマジああマジちゃうこれ、マジやこれ大丈夫かマジやんこれ、ちょっとだけ待っときや、うん、ちょっとだけ、ほんなんやったらマジやんちょっとこれ塩原ちゃん決まらなかったいいかい、覚えておきなさい、私は42歳、いろんな女に騙されてきたんだよそろそろ得点が欲しい井上美優ちゃん、まだ0ポイントなので、うん、絶対10点取りたいです。これ点数ないって中西さん、今だ井上ちゃんも、いやそんなん関係ないやんかそんなん何の関係があるのそんな別にそんな0ポイントや、ほんなんやったら別にこんな勝負いらんやん、腹立つあいつ憎たらしい喋り方するななんだでは行きましょう、井上ちゃんの中西 PK です。目見えないと思うから、うん、あっちに飛ばして帰ってこれますすごい賢そうに見えるよ井上ちゃん、胴弱いですね、胴が弱い、胴が強いんじゃなくて胴が弱い、はい、いやなんか恥ずかしい続いて松村美空ちゃんの挑戦。こんなおじさんには負けたくないですこれ一番刺さったと思うよ、中西さんいかがでしょう、おじさんって言わんといてでは行きましょう、うん、松村ちゃんの挑戦。中西さんってすごくかっこいいからモデルさんとかに似合いそうな気がするんですよね。あ、そう、ありがとう。一回そこのカメラでポージングしてくれませんか。俺が、はい、いや、なんでですか。なんでって、別にやらない、今試合中やもんこれえ、でもミカ見たいです。いや見たくない、見たくない、見たいです。え、みんな見たいよ ね見たい、ほら見たいって。ほなカメラさんこっち来てもらえますか。大丈夫です、そんな、カメラさんこっちで撮ってもらって、大丈夫です、そんな、カメラさんも忙しいと思うので。いや忙しいのは別に、撮ってもらえたらええやんか。キーパーやってるだけじゃないですか。キーパーやってるのが仕事ちゃうんかよお願いします。そこのカメラさんの前で結構イケイケなポーズが見たい。イケイケなポーズを撮んの。え、もっともっと近づいてください。こうですか。ミクの方見なくていいです。顔は別にいいやん、顔はこういう横のポーズもっとカメラさんに近づいた、かっこいい顔が台無しですよ。引き出しが古いな。おーじゃあ、やったイエーイ、ナイスコースに蹴りました。松村ちゃんやった今の倒れてる人見てどう思う。え、ざまって感じでした。最後は福留みつほちゃん、頑張れ。まあええよ、最終最後やから、うん、ハンデやってもええよ。ほんまですか。俺こっち寄りに立っといたるわ。あ、こっちこんだけ空いてる。はな、どうや。嬉しい薄っ、嬉しい、ありがとう。薄いトークでしたね今では行きましょう、来いよ。大鳥福留ちゃんの中西 PK です。あの中西さん、福留赤ちゃんなんです。どういうことや。赤ちゃんなんです。だから、うん、ちょっと今バブバブで永遠の気分なんで、うん、あやしてほしいです。あ、自分でそんなやりなさい。泣いてる、赤ちゃんが泣いてる。うちの子以外は可愛いないな嫌な親やな。あやしてくれないんですか。あやさんでもええ、自分で解決しなさい、そんなんは。いや、ちょっと解決できないな。じゃあ他のスタッフさんでも呼んだらどうや。
君のマネージャーさんは子供さんおんのか。いや、いないです。いないんか。いないと思います。知らないです。けどマネージャーさんから見たら君のことは子供みたいなもんちゃうんか。いや、でもでもマネージャーさんはマネジメントする方だから、うん、じゃあやすためいらっしゃる。マネージャーさんがマネージメントする方とかそういう目でマネージャーを見たらあかんねん。マネージャーさんだってそんなの、あなたはマネージメントするだけの人とかいたかんやろ。さなえさえ大変なのにこれ以上負担がかけたらマネージャーさんかわいそうじゃないですか。マネージャーさんかわいそうなんやと。マネージャーさんかわいそうだと思うなら君ちゃんと蹴ったらいい。時間切れです。普通に蹴ってください。あやっ、あやっ、止めた、止めた。ごめんなさい。ごめんなさい。何やそれ今の。ちょっと。スーパーセーブ出たね今。何今の膝でスーパーセーブじゃん。違うね。え、久留米ちゃん。はい。どうせやったら顔に当てんかい。申し訳ないです本当に。お疲れ様でした。お疲れ様。ただこれだけ言わせてくれ。二人でコントしてるの楽しかったよ。よかった。中西さんからゴールを決めた9人が10点ゲット。次の種目は新メンバーが歌声を披露。さあ続いての種目はサビだけ歌唱力。AKB48 の楽曲の中からチーム8以外の曲のサビだけを全力で歌って歌唱力を競うよ。判定はこの方。那須秋行が後輩に寝てない自慢する。やめとけ。どんな歌やねんそれ。え、魂のシンガーソングライター中西さんが担当。さあ、この種目のポイントもですね、あの方にお聞きしておりますので、皆さんで VTR 見ていただきたいと思います。こちらです。やっぱアイドルは歌とダンスとか、まあ、笑顔であのファンの人に感動を与えるので、やっぱ、ね、歌唱力、気持ちを込めて歌を歌う、大切です。一曲お願いします。え、なんでですか。ダメです。あの秘めておいてます。これでいいと思いますか。コメントはいいか悪いかで言ったら良くはないかもしれない。トップバッターは塩原かりんちゃん。塩原ちゃんトップ。はい。どうですか、歌に自信は。ないです。早くない。速攻や。実はうまい。めっちゃうまい。めっちゃ上手ですよ。あ、そう。メンバーからは。いやだ、本当に無理だって。それでは歌っていただきましょう。塩原ちゃんで、テモデモの涙です。どうぞ。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から、こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙。おー、かっこよかったよ。トップバッターで。塩原ちゃん。ねえ。音がうまかった。あ、やった。でも歌終わってホッとしたんじゃないですか。綺麗な声だね。ですね、うん。もう終わりです。終わりオフコースみたいなこと言われて。もう終わりだね。続いては、かまちゆきなちゃん。それでは、かまちちゃんに歌っていただきましょう。初日です。どうぞ。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その動力決して裏切らない。夢は汗の中に目を出してずっと待っている。いつかきっと願い叶うまで。おー、かわいい。振りも入れながら。そうだよ、振りも体も動かして歌う。すごいよ。さっき覚えました。振りはさっき覚えました。そうか。続いて長谷川桃香ちゃんだよ。
さあ、長谷川ちゃん、歌う曲は何でしょう。言い訳メインビーを歌って、またメインビーですね。メインビーで、メインビーではない、メインビーではない、言い訳メインビー、メインビーです。自分がメインという気持ちが、そういう気持ちなんですね。ね、出ちゃったんですよね。そういうことですよね。そうですね。そういうことよね、長谷川ちゃん。そういうこと。そういうことよ。そういうことなんだ。うん。それでは歌っていただきましょう。長谷川ちゃんで言い訳メインビーです。どうぞ。メインビー、メインビー、好きなのかもしれない。青い空には雲は一つもない。メインビー、メインビー、好きなのかもしれない。それが恋だと分かってるけど、言い訳メインビー。おー、いや、歌い切った、歌い切った、歌い切ったよ。いいじゃないですか、もう自分の歌かのように言い訳メイン B を歌っていただきましたけども、素晴らしかった、実際歌ってどうでした。カメラが近くてびっくりしました。あ、そうか、まだそういう経験もあんまないもん ね、うん、ね、みんなあのコンサートとかね、うん、ライブとかじゃもうガンガン寄ってくるから、ね、そうですよ。どうした、ね、どうしたどうしたどないしたどうしたおおおおどうしたどうした、うん、もうおじさんたまらんわ。次は上見空乃ちゃん。それでは歌っていただきましょう。上見ちゃんでハッシュタグ好きなんだ、どうぞ。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち SNS あげてみた。料理の写真片思い。おお、ちょっとちょっとちょっと、カメラにも目線をいただきまして。そうだよ、堂々としてたんじゃない。緊張しました。緊張してた。いや、素晴らしい。歌詞にもね、スピークナイススピークが出てきたから。続いて井上美優ちゃん。では歌っていただきましょう。井上ちゃんで夜風の仕業です、どうぞ。泣きたくなるほどあなたに会いたい。今すぐこの空を飛んで行きたい。どうしてこんなに好きになったんだろう。気になるつもりはなかった。夜風の仕業。いや、緊張してちょっと、うん、え、怖い、怖かった怖かった怖かった。何が怖かった。うん、大人の目が怖い。マジか。じゃあもう緊張したのは大人の仕業や。よかったじゃなかった、まあ、よかったじゃなかった。大人の仕業や。大人の仕業か。続いては松村美久ちゃんだよ。では歌っていただきましょう。松村ちゃんで最強ツインテールです、どうぞ。僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎて休止する。なんで二つに結んだの。男たちは首だけ。今日の君は最強ツインテール、もっともっと好きになる。今世界で一番可愛い人。可愛い、可愛い、可愛かった。もう緊張しすぎて声が震えました。うん、緊張したか。はい、これ緊張すると思うもん。可愛かったよ。よかった。先生いかがでした。いや、素晴らしかったですね。まさかの最強ツインテールを、最強ポニーテールに当たった。本当ですね。まさかのポニーテールで来る。最強と最強が、ね、最強もうぶつかったわけですから。ぶつかりましたね。次は徳永レミちゃん。何を歌っていただけますか。365日の紙飛行機を歌います。あ、いいじゃないですか。そうですね、 ですね。最強ツインテールの後にツインテール出てくるから。ね、それでは徳永ちゃんに歌っていただきましょう。365日の紙飛行機です、どうぞ。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいくよ。あ、風の中を近い
でも間違えたけど普通慌てるんですよ、ああいう時うわってなるけど、もうそれも構わずもう歌い切った、堂々と声が出てたし、これはちょっと良かったんじゃないですか、うん、先生。そうですね、もう366日目の紙飛行機が飛びましたよね。あの何のことですか。ちょっとごめんな、ここがカットかもしれんわ。俺のせいで。次は尾上瑞希ちゃんだよ。では尾上ちゃんで渚のチェリーです、どうぞ。チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーが逃げる私を、チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーが追いかけて、緊張しました。緊張した。はい。あ、そう。じゃあ歌うってなったらちょっとドキドキもしたい。はい。アカペラじゃないかこれ。でもどうでした先生。いや元気いっぱいやったじゃないですか。うんうん、これがやっぱ素晴らしかったなと思います。笑顔でね。はい。うんうん、すごいです。さくらんぼも食べたくなりました。どういうことでしょうか。ごめんカットかもしれない。ごめんな。続いて福留みずほちゃん。それでは福留ちゃんで天使の尻尾です。どうぞ。恋はいたずらな天使の尻尾、ふわふわどこかに逃げるの、憧れの太陽が眩しすぎる、だからそんな好きじゃないふりして、そけない態度をしちゃうの、遠くから眺めてる私だけの片思い。終わってみていかがでした。なんか楽しかったらしいです。別の自分が立ってたんだ。先生いかがでしょう。すごいなんかアイドルを見たって感じだった。あ、うん、ほらなるほど、なんか本当こう元気づけられた感じが多かったんで、これカットじゃないですね多分。え、そうですね、あのカットにならないようにボケないようにして、次は布谷リルちゃん。では布谷ちゃんに歌っていただきましょう。あなたとクリスマスイブです、どうぞ。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう、いつか今日を思い出すわ、メリークリスマス。ありがとうございました。ありがとうございます。どうですか歌い終えて、うん、なんかでも結構思ったよりリラックスして歌えたので、うん、気持ちよかったです。そんな感じした。すごい、はい、うん、先生いかがでした。すごいですね、もうテンション上がって今年のサンタがもう来そうな感じ。来ましたか。もう続いては坂川ひゆかちゃん。それでは坂川ちゃんに歌っていただきましょう。恋するフォーチュンクッキーです、どうぞ。占ってよ恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ、へいへいへい、月を呼ぶには笑顔を見せること、ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう、へいへいへい、へいへいへい、もんじゃないよね、あーっと驚く奇跡が起きる、あなたとどこかで愛し合える予感。おお、堂々としてます。これは素晴らしい。なんか緊張しました。本当。いやいやいや、すごかったよ。途中こう歌ってる途中にさ、一箇所こうカメラさんにこうパーンってやる、指パーンってやる。あれでもカメラの松永さんはもうメガネに日々入りました。マジやられた。やられちゃいましたか。もうこれはもうマッツンね、たびたびアンロケでやられます。最後は鈴木優香ちゃん。さあ、何の歌を歌っていただけますか。桜の花びらたちという曲です。これはなぜ。
今の季節は、うん、あの卒業シーズンなので、うん、それに合った曲にしました。自信のほどあんまりないです。あんまりないか、はい、でもなんか堂々としてる雰囲気がありますけどね、うん、では結構やばくて手汗がマジで本当緊張で、はい、大丈夫だよ、うんうん、やられたなズキューンズキューン来るやろ。すみません私今やられてます、うん、そうやろ、はい、な、うん、それでは鈴木ちゃんに歌っていただきましょう。桜の花びらたちです。どうぞ。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと素晴らしい。緊張したんですけど、うん、思ったよりちゃんと歌えてよかったです。ね、よかったよ。ずっと終始笑顔で。そう、ね、うん、よかったですよ、うん、ね、手汗はどうですか。まだやばいです、うん、まだやばいな。あの僕炎上は嫌ですよ。サビだけ歌唱力10点獲得した2位から6位のメンバーがこちら。1位に輝いたのは福留ちゃん。福留ちゃんだ。おめでとう。もうまさにアイドルという感じだったですよ。元気いっぱいで堂々と歌い切った。もうなんかワンチャン6位あるかなとか思って聞いてて、もう3位ぐらいの時で、あ、もうないわと思ってへこんでて、ありがとうございます。いや、よかった。ありがとうございます。いよいよ最後の種目だよ。さあ、最後の種目はダンスパフォーマンス。さあ、ルールを説明いたします。今からチーム8のあるダンス曲を振り入れいたします。はい、それを30分の練習時間で覚えて披露していただきます。はい、ちょっと不安ですけど、ね、いやでもやる気出していただかないとね、いけませんので、うんうんうん、さあこの種目のポイントもですね、うん、あの不動のセンター小栗ちゃんがですね、はい、コメントくれてますの で、 そうです、見ましょう。こちらです。ダンスは練習すれば練習するほどもうすごいパワーのあるその人にしかできないものが出来上がるし、それによって、うん、人を魅了することができるし、とにかくやっぱダンスが踊れるとできることが広がると思います。どのくらい大切なんですか。大切なんですよ。ね、ね、ダンス、うん、どれぐらい大切って言ってましたか。こんくらい。そうなんです。それぐらい大切なんですよ。ね。さあ、そして皆さんに振り入れをしてくれる方いらっしゃいます。はい。この方です。どうぞ。来たの。先生どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。先生どうぞ。どうぞどうぞ。すいません。さあご紹介いたしましょう。元 SDN48 メンバー、そしてチームエイトのダンスの先生、コレオグラファーの三井博美先生でございます。ありがとうございます。はい、さあ三井先生に質問ある人。おお、ふなちゃん、チームエイトのどの曲を練習するんですか。おやっぱ気になるよね。そうだな、まだ知らないもんね、みんな、うん、汚れている真実を今日はやりたいと思います。あれ、先生が選んだ課題曲は汚れている真実。そのサビ部分のダンスを覚えてもらうよ。先生、難易度としては結構高めの8の曲の中では結構難しい方かなとは。そういうことですね。はい、じゃあ他質問ある人あります。おっ、かまちた、うん、未経験の人たちが多いんですけど、どうやったら早く覚えれるようになりますか。とにかくもう練習するしかないので、
普段よりもさらにこう振り入れの時間の時に集中力をガッと入れてもらえれば大丈夫かと思います。やっぱりそこの容量の良さとかも出てきますよね。そうです ね。では行きますか、うん、それでは三井先生、はい、早速レッスンの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。振り入れスタート。うん、けがれているし、うん、で、じ、つ、ている。いや、今まではほら、楽しそうに喋ってたメンバーも、急にもう集中モードに入ってますよ。うん、けがれているし。アイドルになったばかりの新メンバーにとって、けがれている真実は、ダンスの難易度が高い曲。しかも振り入れの時間はわずかに30分。分かんないところある人全部、はい。やがてみんなの中に焦りの色が。中にはダンスの苦手なメンバーも。けがれているし、うん、実そうまあ、それでも必死に食らいついていく。いけえど、お、振り入れの時間は残り半分。アップダウン、アップダウン、右向く。これまでとは打って変わり、メンバーたちの表情は真剣そのもの。こういう努力があるからみんな元気をくれるんやろね。うん、確かに ね。一回音でお願いします。いけるか、頑張れ。5、6、7。鳥肌立つ。いや、ほんまやで。全然覚えらんない。やばい、泣きそうです。本当に踊れない。もうどうしよう、本当に難しすぎます。私、簡単なのもできないので。いや、本当に負けたくないので、もう全力で頑張ります。覚えるのは全然まだまだ遅いとは思うんですけど、それぞれが一生懸命やってるのかなっていうのはすごい見えているので。振り入れが終わった後、すぐに自主練に励むメンバーたち。この後、緊張のダンス審査。みんな、頑張れ。さあ、いよいよ審査の時間となりました。皆さん、練習してみていかがでしたか？難しい。やっぱ短かったもんね、練習時間ね。ちょっと頑張っていただかないと、うん、これでも決まりますから、皆さん、はい、先生、今回どういったこう審査方法になるわけですか？もちろん振りがこの短時間でどこまで覚えられているかっていうのはもちろん見るんですけれども、はい、表情だったりとか、あと、もし振りが飛んじゃったとしても、うん、そこでどう立て直すかっていうところも、うん、見れたらいいと思っているので。なるほど、もう諦めないことってことですね。ですね、はい、皆さん、分かりましたか？はい、はい、自信持ってやっていきましょう。はい、第1組はこちらの4人、頑張って。さあ、1人ずつ、じゃあせっかくなんで意気込み聞いていきましょうかね、うん、じゃあ徳永ちゃんからいこうか。間違えても、そこで諦めずに続けて踊り切ります、うん、大きく見えるように練習してきたことだし、ダイナミックに踊れるように頑張りたいと思います、うんうん、頑張って。本当にダンス無理なんですけど、頑張りたいと思います。緊張してるでしょ、これ。大丈夫か、うん、練習で飛ばずにできたことが一回もないので、本番では飛んでも頑張ります、うん、では参りましょう。ミュージックスタート。心の声。
踊り終えました。徳永ちゃんいかがですか。練習でできたことができなかったので、もっと練習して頑張りたいです。ちょっと焦ったんですけど、やれることをやったかなと思います。全然覚えてなかったので、ちょっと覚えたいと思います。さあ、すみちゃん。全然踊れなくて悔しいです。どうでしたか先生。いいですね。なんかこう本気度がこう伝わってきた感じはしたので、はい、こういう状態になって初めて多分自分の中でも振りがこう入ってるとか入ってないって分かってくると思うので、でこの曲はまたやっていくものなので、また練習して引き続き練習してもらって、どん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 自分の中に取り入れてほしいと思います。はい、全然できなかった。悔しい。続いて2組目、頑張ってね。2組目はこちらの4名でございます。さあ、意気込み聞いていきましょうか。完璧には踊れないかもしれないけど、元気いっぱい一生懸命頑張ります。頑張ってね。全然踊れないんですけど、できるところまで頑張ろうと思います。頑張って頑張って、できるところを一生懸命頑張ります。どうした、おゆうちゃん、どうした。大丈夫大丈夫、まだな、これからだから。そうだよ、そうそうそう、頑張ってね。今自分が出せる全力を全部出し切って勝ちたいと思います。行きましょう、ミュージックスタート。ダンスパフォーマンス終わりました。尾上ちゃん、いかがでした。全然ダメでしたけど、これから頑張ります。全くできてないので、なんかこれから毎日コツコツ頑張らなきゃないなって思いました。これからコツコツと練習して、なんか先輩方のようにちゃんと踊れるように頑張りたいです。全力で自分らしく楽しく踊ることができたんですけど、これから角度だったり表情だったり、もっともっとスキルアップを目指してコツコツ頑張っていきたいと思います。それで2組目ですけど、いかがでしたでしょうか。ここはっていうところがこう見えたりとかした部分もあったので、そのできたところをちゃんと自信持ってもらって、でまた次できるようになった時を楽しみにしたいと思います。泣きそうでした。でも楽しかった、すごく楽しかった。最後の4人、みんな頑張ってね。ちょっと聞いていきましょうか、意気込みを。松村ちゃん。はい、全力で悔いのないように頑張ります。練習があんまり上手にできなかったので、その練習でちょっとできたところだけでも一生懸命できるように頑張ります。長谷川ちゃん。できるとこがすごい少ないんですけど、そこを強調して自分はここでからできるぞっていうところを見せられるようにしたいです。後で、あ、こうすればよかったなって後悔することが多いので、後悔のないように頑張りたいです。では行きましょう、3組目、ミュージックスタート。松村ちゃん、いかがでしたか。本当に後悔だらけなんですけど、これから毎日何時間も練習頑張りたいです。坂川ちゃん。なんか全然できなくて、なんかその練習が足りなかったし、
もうちょっと真面目にやった方が良かったと思いました。本当に全部飛んでて、悔いっていうか悔いもないんで、今から一から全部覚えたいなって思います。練習でできたからって自分に甘えるっていうか、もっと自分にビシバシいかないといけないなって痛感しました。先生いかがでしたでしょうか。そうですね、なんかやっぱ悔しいだろうなっていうのはすごい伝わってはくるんですけど、悔しい思いした方が今後成長たくさんできると思うので、うん、とことんしたらいいんじゃないでしょうか。なんか踊れんくて悔しい。いやなんかもう結果発表とかその順位とか関係なくて全然踊れなかったんで、一からやり直したいと思います。だから何だろうね、審査の結果じゃないんだろうね、もう自分が納得するかしないか、ね、すごい子たちですよ。すごいと思いますね、これは改めて、うん、ダンスパフォーマンス結果発表。10点獲得した2位から6位のメンバーがこちら。1位に輝いたのはダンスパフォーマンス優勝者は布谷りゅうちゃん。おめでとう。振りはもちろん多分一番安定して覚えてくれていたのと、最初から最後まできちんとこう見せるっていうパフォーマンスを心がけてくれていたのが伝わってきたので、うん、今回1位にさせていただいてます。ダンスでは誰にも負けたくなかったので人一倍頑張ったつもりだったんですけど、でも不安がいっぱいで、もっともっとこれ以上出せる力がまだあると思うので、もっと磨いて頑張りたいです。おめでとう。これだから先生、この上位6組に入らなかった子たちもダメということではないですか。はい、もちろんです ね。今回上位には入ってないんですけれども、すごく印象に残ったのが、はい、空野ちゃん振りはすごく飛んじゃってたんですけど、はい、最初の汚れているぐらいのところまでの表情は多分全員の中で一番良かった、うん、絶対に誰でも苦手なものがたくさんある中でも、どっかしらはこうここは絶対やってやるっていう風に思える部分はあると思うので、そういうところをどんどん磨いていってほしいし、でそれプラスできないところを練習してもらって完璧なパフォーマンスにつなげてくれたらいいと思うので、今回入ってないからって自信を落とさないでほしいなとは思います。いや、よかったですね。よかったですよ、はい、どうでした。いやでも本当彼女たちのこういう姿を見てつくづくPK いりましたから。これで全種目終了。チーム8新メンバーナンバーワン決定戦結果発表。さあこれで皆さん全ての種目が終了いたしました。本当お疲れ様でございます。お疲れ様です。さあここでですね、チーム8全国ツアーファイナルと結成6周年記念コンサートで披露する新メンバーユニットのセンターが決まりました。いよいよです。それでは行きましょう。果たしてセンターの座を射止めたのは長西さん、お願いいたします。はい、チーム8新メンバーナンバーワン決定戦優勝は坂川ちゃんです。おめでとう坂川ちゃん。本当に、まあ、センターになると思ってなかったし、全部ダメダメで最後のダンスも全然できなくて、こんな1位になると思ってなかったのに、やれたのですごく嬉しいです。おめでとう。よく頑張りました。ということで最終順位はこちら。2位が4人という大混戦。みんなお疲れ様。さあそれでは長井さん、この今回の新メンバーナンバーワン決定戦の総評をお願いいたします。はい、はい、いや本当にもう素晴らしかったです、まあ、今回センターは坂川ちゃんに決まったんですけども、もうやっぱりこのチームはね、みんなチーム一丸となってもう先輩たちを乗り越えていっていただきたいと、そう思っております。あなたたちの絆は確かなものですか。はい、はい、どんな試練も乗り越えていけますか。
わかりました。それでは最終試験に参りましょう。終わりじゃないんですか。まだ終わらないですよ。もうなんです、本日最も大切な最終試験ご用意いたしました。題しまして、はい、チームエイトの先輩を飛び越えろ大縄跳び。さあご説明いたしましょう、はい、から皆さんには大縄跳びに挑戦してもらいます、はい、第2回 AKB48 大運動会でチームエイトの先輩方が記録しました79回、こちらをみんなの絆で超えてください、はい、挑戦するのは運動会同様に2回でございます。2回の合計が80回以上で見事クリアということでございます。ぜひこの先輩方を超えてくださいよ、うん、いいですね皆さん、はい、いいでしょう。あ、ちょっと待ってください、僕大事なこと言ってません。え、あ、ごめんなさい、大切なこと言うの忘れてました。大切なこと、はい、あの先輩方の記録をもし超えない場合、新メンバーでのこのユニットこれなくなるんですか。え、先に言ってほしかったです。すいません、だから僕売れてないんだろうな。ついついな。じゃあちょっとその辺のねあれですけども、センターを務める予定の坂川ちゃん、うん、ちょっと予定ですからね、まだ分からんからな。ちょっと力強いコメント一言いただいていいですか。はい、先輩たちの大縄の数を飛び越えられるようにみんなで団結して頑張ります。よし、頑張りなさい。それじゃあスタンバイお願いします。最終試験の大縄跳び、先輩たちの記録を超えられるかな。みんな頑張ってね。まーす、エンジンかけましょう。AKB チームエイト。準備はいいですか。はい、では行きましょう。チャンスは2回、80回を超えるか、よーいスタート。1、2、はい、5、3、いいよ、なんとセンターを務める予定のひよかちゃんが痛恨のミス。でもまたチャンスはあるよ。頼むね、みんな、はい、いくよ。では行きましょう、2回目の挑戦、よーいスタート。1、2、センター務める予定の坂川ちゃんや。ひゆかちゃん、まさかまさかの連続ミス。これでチャレンジは終了。私が全部引っかかっちゃって、もうみんな頑張ってるのに、私が本当にごめんなさい、本当に。あと2回残ってるがな。特別に再チャレンジ、今度こそ頑張れ。楽しんでいこう、もう一回ゼロからやろう、みんなやったらいける、頑張れ、いけるよ。この2回で80回飛ぼう、いけるぞ、80回飛ぶぞ。おー、よっしゃ、いける。では行きましょう、よーいスタート。見てた、うん、いけてるいけてる。2回目から抜けてたことを見てたよ。そうや、みんな声かけ合っていこう、行こうぜ、頑張ろう。残り71回、いきますよ、よーいスタート。1、2、3、4、5、6。よしよしよし、いいぞ。
欲しいぞ。一丁目や。というわけで、残念ながらという結果に、なってしまいました。はい。そんな気にしなくて悪くない。みんな引っかかったと思う。みんな整列や。夜はこれからやで。どう？かっけー。ということで、ちょっと特別にもう一回、みんな次こそ成功してね。おいで、こっち向いて飛べなくて、こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて飛んだらね、縄が来るから、それを見て飛べば大丈夫。一緒飛ぼう。頑張ろうね、ゆうか。やっぱ今日一日通して多分よりね絆はね深まったと思う、ね、深まったと思う、うん、もう声も掛け合ってるし、そうや、素晴らしい。さあ皆さん、ちょっともう時間的にこれが最後の挑戦でございます、うん、頑張ってください、うん、では行きますよ、はい、大縄跳び用意スタート。20まで行った。大丈夫大丈夫、乗ってきたね、いけるよ。はい、では行きましょう。気合い入れて大縄跳び用意スタート。1、2、3、4、5、6、場所意識、入る、そうそうそう、いいよ。13、14、いい感じ。16、17、18、19。先輩たちすごく大変な、もうチャレンジがもう失敗ということになってしまいました。エンディングでいいですか。いいですか坂川ちゃん、いい、いいのか。本当の思いを聞かせてほしいな。そうだよ、本当は、うん、みんなで一緒に、うん、ユニット頑張りたかったし、うん、センター任されたから一生懸命頑張りたかったけど、私のせいで女を引っかかっちゃったり。いや、感想じゃないよ。本当にもうみんなに申し訳ないです。本当にいいのか、諦めて。こんなことでみんなで楽曲披露したくないのか。披露したいです。な、君らはチーム何や。8。チーム8。よっしゃ、ほな8回止めたら OK にしようやないか。そうしよう。いや違いますよ、そんな8回でお願いしますなんか、うん、それはもう坂川ちゃん言わないですよ。お願いします。言った言った。お願いされたらしょうがない、大大大サービス。ラストチャレンジは8回。みんなの絆で頑張れ。でもみんな気抜いたらダメよ。最後声出していこう。声出していくよ。さあ皆さん準備はいいですか。はい、いきますよ。よーいスタート。
行われたリクエストアワー、皆さん応援ありがとうございました。今回終演直後のメンバーを直撃したよ。この1年で卒業していったメンバーがとても多くて、で新しく仲間になった子たちもいるので、その子たちとのなんかまた分かりやすい再出発のなんかそういうきっかけになったんじゃないかなと思うので、うん、確かにそれが一番良かったよね、やっぱりね、うん、なかなか集まれないのでね、うん、2020年これがきっかけとなって、うん、またよりねチームメイトが羽ばたいていっぱい会いに行きたいなってね。47の素敵な街へどうぞ。芸人だね、うん、名前忘れちゃった